マクラーレン M14A は、マクラーレンが1970年から1971年の F1 世界選手権に投入したフォーミュラワンカー。M14D は、M14A の改良型で、アルファロメオ製 V8 エンジンを搭載した。M14A は、前作の M7A 及び、M7C の発展型であり、大きな違いとしては、アウトボード式であった。 リアブレーキがインボード式に変化している。エンジン及びトランスミッションはコスワース DFV とヒューランドの5足、マニュアルギアボックスと変化はなかった。M14D も M7D 同様、アルファロメオのオートデルタ部門に委託された。エンジンはアルファロメオ T33 に搭載された3リッター V、8エンジンと同じものが搭載された。1970年はマクラーレンにとって、 驚異的な一年であった。ブルース・マクラーレンとデニス・ハルムのシーズン序盤参戦は2位が2回に4位が1回、リタイアが3回という成績であった。しかしながら、1970年6月2日に、グッドウッドサーキットで、新しいキャン、アムマシンの M8D をテストしていた、ブルース・マクラーレンが、自己死する。マクラーレンはその5日後に行われた、ベルギーグランプリを欠場した。 ハルムもその1ヶ月前にインディ500の練習中にメタノールの火災で負傷していた。マクラーレンはダン・ガーニーとピーター・下心を起用し、オランダグランプリから参戦を再開した。ハルムはフランスグランプリから復帰し、下心に代わって出場した。ガーニーはもう一戦に出場し、ドイツグランプリからは下心が出場した。ハルムは3位に3度入賞したが、 マクラーレンはコンストラクターズランキング5位でシーズンを終えた。アンドレアデ・アダミッチはアルファロメオエンジンを搭載した M7D でシーズンを始め、オランダグランプリから同じくアルファロメオエンジンを搭載した M14D にスイッチした。ピーター・ゲシンは M14A で1971年シーズンを開始した。一方でハルムは M19A をドライブした。 リタイア2度と8位完走という成績の後、下心にも M19A が与えられた。M14A はその後、ジャッキー・オリバーがドライブし、リタイア、9位、7位という結果に終わった。1971年のすべてのポイントは、マクラーレン M19A による。ありがとうございます。